いやしんどい。どうですか？息を整えてもらって。あのまだまだここからきつくなりますね。でも皆様こんにちは。グ、はい、ランピング竹下です、はい。今日はですね、うん、山に行きます。うん、あのちょっとこの後仕事なんで、うん、あんまりあの時間がない。時間がない。うん、でも楽しみたい、うん、そういう時はもうマウンテンバイク最高ですね、うん、しかも近くに山ってあるっていうこのリッチグランピーの最高すぎてちょっとですね、うん、山に行った後お昼ご飯と美味しいの食べて、そうね、で仕事に励もうという、うん、今回はそういうライドやってます。エクストリーム出勤、エクストリーム出勤じゃないですね。うん、まあ、ここはあの山行く途中の、うん、のどかでね、のどかで、うん、音がいいよね。音がいいですね。さささーっと音と、うん、これ録音して店内 BGM にしたい。ああ、いいかもしれない。僕もあの工場の BGM これしてるんですけど、ね、あのコンプレッサーの BGM はもう嫌です。大丈夫ですか？じゃあ行きますか。ちょっとなかなかまだ疲れて、ここからきつくなりますんで、まだここから僕押します。押しますね、了解です。僕走っていきます。では気持ちいいですね。うん、いや、お前騙したな。こんな坂に入ってませんよ。角騙したな。なかなか大人に騙したなって言われないです。平坦やいて。ほぼ平坦です。いやいや、片手やからな。片手はまあ、それはあれですね。けど今日はあれですよ、試乗車のグローラー出し切るんでね、尾道と黄金山行ったんですけど、うん、全部オンロードやったんで、うん、正直乗ってるうちにどんどん山に行きたくなるし、うん、初の山ね。初の山なんでちょっと楽しみなんですけど、うん、大丈夫ですか？うん、あ、大丈夫。下りがこれあれですよね、うん、あれ下り寄りやもんな。下り寄りなんで、うん、あ、でも上りも全然行きますね。行ってるね。ちょっと重さのあるサスなんで、うん、上りでもこうフロントが傷なくて、うん、あ、なるほどね。なかなか行けるっすね、うん。ピンチをチャンスに変えるね。ピンチをチャンスに。ちょうど止まってくれたんで。じゃあ行かせようか。はい、あ、平地みたいなもんなんで。登りやん。あ、ローラーだったら余裕ですよ。おーおーおお、危ねえ。前ブレーキしかかけられへんからな。僕もちょっとブレーキがいつもと逆で、ちょっと怖いです。ブレーキどっちが前の？右後ろです。右後ろやな。これもあるの、右前なんや。ちょっとあれです、ね、うん、ちょっと難しいです。見てください。あれが山ゆり？はい、あれが山ゆりなんですかね。綺麗、うん、ね。綺麗ですね。うん、ちょっと前世紀が過ぎたかもしれないですね。うん、茶色くなってます。クマンバチが多いですね。可愛いらしい。クマンバチって刺すの？あんま、おとなしいですよ。花によるやつ。花に、うん、行ってください。行きましょうかね。登山ですか？着きましたよ。今日あれっすね、めっちゃ景色がええっす。おぉ、空気が澄んでますね。いいね。昨日はすごい黄砂だったんですけど、そうね、めっちゃ遠くまで見えますね。あの奥に必要なのがそうですね。どれ？一番奥の方に。うん。そんなに島いっぱいすぎてわかんないっす。まあでもこれ瀬戸内ならではね。ならではですね。すごい。久々っすね、こんな綺麗に見えるの。確かに、ね。昨日真っ白やったかな。真っ白っす。だからあの後ろの家がわかるっす。ね、ディテールが確かに。はい、行きます。いいな。
あ、いいね。なんかあれっすね、やっぱ山のモンスはちょっとあのオンロードの違和感がもう全てメリットになっていくっす。山いい、いやいいっすいいかしょうか、もうこっから下りばっかなんで。マジ衝撃でした。いただきます。マッサリングですね。結構弾力があるお肉で、まあ、非常に美味しい。あ、味噌汁最高です。こういうの好きなんでしょうね。いやー、しかしね、もう俺あれだろ、久しぶりに行ったけど、サスがないとダメだろ。サスあってもだ。何？サスあってもだ。あんなとこブルリジットでよく行ってたなって思った。まあ確かにそうっすね。うん、昔と。全然まだ行きますけど。全然行きますけど。あとね、サングラス絶対いる。いりますね、うん、サングラスいります。虫とかな、あと虫除けも欲しいっすね。虫除けな、めっちゃ寄ってくるでしょ。すごい、面白かった。そうです、うん、まあ、ゆっくり食べてください。ゆっくり食べますね、はい、いやちょっと、なんか実家のような足を変えちゃう。畳がよな、最初に美味しいっすね。なかったです。味わいさん良かったです。味わいさん、味わいさんめっちゃ良かったです。他にもなんかいろいろあるってまた来たいですね。ロッキーマウンテンも結構良かったです。でも良かった良かったですか。全然あの下りよりの安定感もすごい、やっぱ山のもんだなって思います。サスペンションもちゃんと十分楽しめます、ね、あのエアサスじゃないとちょっと失敗だったんですけど、全然あの変わらないです。重いぐらいですね、問題は。まあそれも上りですごい生きてきたんで、全然あの初めて買うのにはおすすめな。逆になんかフルリジットとか初めて買うよりいいような気がしますね。初めての人サスあった方がいい、ね、サスあった方がいいです、うん、本当に思いました。そんなところですね。なかなかいい自転車、これ試乗車なんで、うん、乗りに来てください。はい、今日はこの後はあれですか。この後あのガッツリの仕事ですよ。ロードバイクの修正ですか。ロードバイクの修正ですね。もう金曜日に上がってきますんで、ね、で修正して塗装して。塗装はしないです。あのとりあえず塗装で塗装の仕事ね。あ、塗装の仕事もして。あー頑張ろう。バリバリやってください。バリバリやります。あーうまかった。ちょっとなんか優しい味だったな。ああいう感じですね。混んでたね。混んでましたね。流行ってた。俺はもうなんかわかるっすわ。また行こうってなるっすわ。あれは清水さんが来てた。マジっすか、さすがっすね。美味しいとこいっぱい知ってそうっすね。